小売電気事業者とは、日本の電気事業法に定められた、電気事業者の類型の一つで、小売電気事業を営むために、経済産業大臣の登録を受けたものを言う。従来より小売を行っていた、地域電力10社以外の新規参入事業者を指して、新電力という、一般の需要に応じ電気を供給することを事業と、する。二0十六年四月から、これまで、 各地域の一般電気事業者が独占的に行っていた家庭、小規模事業所向けの電気の販売が自由化され、電力小売の全面自由化に先立ち、経済産業省では2015年8月3日から小売電気事業を営もうとする者の,の事前登録の申請受付を開始した。小売電気事業者の登録に際しては、改正電気事業法に基づき、 経済産業省の電力取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされている。小売電気事業者に対しては供給力確保義務、契約締結前の説明義務、契約締結時の書面交付義務、苦情処理義務等の義務を課しており、登録申請時の書類でこれらの体制について確認、審査。その上で、 経済産業大臣の登録を受けた小売電気事業者は一般家庭を含めた全消費者に電気の販売を行えるようになる。電力自由改善は地域電力大手10社の他に 50kW 以上のいわゆる大口需要化に電気を供給している事業者を特定規模電気事業者と称していたが電力自由化以降は経済産業省が 特定規模電気事業者を新電力に名称を変えた。従来は地域電力大手10社の送電網を借りて大口需要家のみに売電を行っていた特定規模電気事業者であったが電力自由開口は新電力として一般消費者にも小売りが可能となり地域電力大手10社、新電力ともに並列の小売電気事業者となった。2016年の電力自由開口 多くの企業が自社サービスとセットで電力小売りに参入した。2021年7月30日時点で729事業者が登録されている。小売り電気事業者の一覧は資源エネルギー庁の公式サイトにて閲覧可能。都市ガス会社による小売り電気契約はガスと電気のセット販売で料金が安くなるメリットがある。送電方法は 発電事業者が発電した電気を送配電事業者が各家庭などに送電し電気契約料金徴収を都市ガス会社が行う。検診方法として従来のガスメーター検診を行う人間が電力量計の検診を兼務できるほかスマートメーターなどを設置するガス会社もある。インターネットサービス等を提供する電気通信事業者も2016年の 電力自由解雇を積極的に参入している。通信系の小売電気事業者の特徴として、電気料金自体が値引きとなる場合と、電気料金自体は地域電力会社と同額であるが、ポイント付加によるサービスを提供している場合がある。NTT、ありがとうございます。